フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、札幌ビール、の本社に来ました。はい、8月27日、ちょっと向こうの方を見てもらったら分かるんですが、8月27日に新発売のですね、いわゆる第3のビール、マスコミ用語では第3のビール、ビール業界では新ジャンルというふうに言ってますけども、要はビールじゃないけどビールみたいなやつですの、麦とホップっていうのがリニューアルしまして、8月27日発売になるんですが、その、新製品発表会にやってきました。で、缶自体もだいぶリニューアルしてまして、こんな感じに瓶のね、瓶ビールみたいなこうラベルに変わってまして、製法とかね、あとよりビールに近くなったという主張なんですよ、札幌ビールによれば。で、一応生ビールもありますので、10リットルだると20リットルだるもありまして、こちらはいわゆる居酒屋さんとかああいったところ用ですが、通常は小売りで、消費者が、飲むのはこちらの缶ですね。非常になんか高級そうな感じなんですけども、一応リキュールです。アルコール度数は 5% です。で、ちょっと生ビールの方を、飲んでみたいと思います。で、ビールではないので、なんて言うんでしょうか。ただ、ホップとかはね、一部ドイツ産使ったりとか、麦芽もですね、ヨーロッパ産使ったりとか、こだわりはあるんですけども、製法もとりあえず難しいことは抜きにして、要はビールに近いのかどうか、ビールと比較してどうなのか、うまいのかどうかっていうところだと、思いますので、せっかくソーセージもあるのでちょっと飲んでみたいと思います。泡はね、これ入れてもう5分ぐらい経ったんですが、泡は減らないですね。これはビールと同じぐらいの泡が残ってますね。私もともと発泡酒とか、それから第三のビールってあんまり好きではないんですよ。ビールはビールが好きなんですよ。で、なんでかと言いますと、飲んだ時はいいんですけど、後味が水っぽいのと、あとなんかビール独特の苦味が下に残らないので、あんまり発泡酒は好きではない。まあ、もちろん第三のビールも含めて好きではないんですが、だから飲んでないんですよ、もう何年もビールしか飲んでないんですよ。久しぶりに発泡酒、あるいは第三のビール系統のいわゆる新ジャンルのものを飲みましたけど、変わりましたね。技術の革新ってすごいなと思いました。あんまりビールと変わりません。ただ若干ビールに比べてライトのような気はしますけども、ただアルコール度数は 5% なので、それなりにアルコールを効くのは効くと思いますけども、飲み口としては、昔のいわゆる新ジャンルの飲み物に比べれば全く違います。ほぼほぼビールに近いです。若干飲み口が軽いかなという程度で、泡とかも以前の第三のビールとかはビールの泡になってなかった感じがするんですけど、もう一緒ですね。はい、これね、言われなければ分かんないかもしれません。特にこういう生ビールなんかは居酒屋さんとかでジョッキに入れられて、持ってこられて乾杯あえてガーって飲むじゃないですか。分かんないと思います。比較的こういう、新ジャンルを居酒屋で出すケースっていうのはこう低価格な、居酒屋さんが多いと思うんですけども、私もそういったところで飲み放題とかでみんなで行くときにはできればビールの方がいいので、発泡酒とか第三のビールって書いてあるところは避けてたんですよ。だけどこれだとひょっとしたら分かんないかもしれないですね。ちょっと見方が変わりました。これはもう個人の好き好きの、あくまでも今の私の
感想ではありますけども、まあ、元々ね、そういうのは気にならない、発泡酒とかいわゆる第三のビールとか飲んでらっしゃる方はより美味しくなったと思いますけども、ビール糖だった方もひょっとしてこれだと普段飲むのにもいいのかもしれません。あんまり変わらないかもしれません。麦芽とね、大麦とあとあの麦系のスピリッツを使ってるんですけど、あんまり変わんないです。製法の詳しいことは聞きましたけども、私は専門家じゃないので言われてもよく分かりませんでしたが、だけど実際飲んだ味としては、本当にビールに近いと思います。バッとグッと飲んだだけでは分かんないと思いますので、一度ね、8月27日の火曜日から発売ですので、一度ちょっと手に取って、あ、こっちか、こっちですね、缶を手に取って、店頭で、手に取って一度飲んでみるとよろしいかと思います。ちょっとビールに近すぎてびっくりするかもしれません。あくまでも私の感想ですけども、以上です。本日もご覧いただきましてありがとうございました。